どうも高井です。最もシンプルで超強力な人たらし手術。人たらし手術を超シンプルに説明すると、反復性の法則です。ギブアンドテイク、与えることによって返ってくる。ただこれには一つ欠点がある。求めてしまうことをすると信用は一気に消えてしまうわけです。スーパーの試食品コーナーが一番事例としていいんじゃないかな。店員さんから一口どうぞって言われて、パクパクもぐもぐ食べる。商品は決して買わなくて結構ですよ。お味はどうですかって言われたところで、店員さんそんなこと言っても本音は後ろの商品買ってくださいねっていうのが本音でしょっていう、下心が見え隠れしてるよね。そうなっちゃうと信用自体がガラガラガラって崩れちゃうわけです。これを実行するには自信が必要です。プライドとエフィカシーと2つの自信がある。プライドの方は収入面、肩書き面で相手より上回っている場合、どうだ俺ってすごい稼ぐだろうとかいう、まあ、自慢話をするわけですね。そんな自慢話をする人には正直魅力は感じないわけですよ。なんだこいつみたいな。エフィカシーは自分自身の収入だとか肩書きとかではなくて、自分自身の能力そのものが俺自身が認めてるから別に褒められなくても問題ないよっていう、自分自身の中で満足している状況、それがエフィカシー。そうなったらいいよね。相手に対して自慢話をしなくても満たされてるわけだから。そういう人たちがコツコツ淡々とギブ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 ってし続けると、ギブされた相手はどん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 その人に対して魅力を感じていく、どんどん信頼が蓄積されていくわけですね。蓄積されていって、おそらくテイクされる時が来る。だけどあれおかしいな、まだテイクが来ないなって思うときは、そのテイクをされるまでに満たされない心をあなたから求める。たまには求める。求めることによって帰ってくるかもしれない。帰ってこないってことは、ギブする割には大して信頼が蓄積されててないってことなんです。なのでもし戻ってこない場合は、あなた自身が自助努力によってそれを解決するしかありません。それはこの本に書いてあるよ。で、果てしないほどギブによって、実は顔があまりイケてなくても美人の人と付き合ってるっていう男性もいるそうですよ。そうなったら成功者じゃん。ただ成功者ってなったら気をつけなきゃいけないことがある。それがもし自信の部分がプライドで動いていた場合、あなた自身は成功者となった後に自慢話をしたりして身を張ったりして、その後不幸になる。今まで積み上げられていた信用というのが一気にバブルね、バーンって弾ける。そうなったら不幸だよね。そうならないためにもこういう本とか読んで考えて実行していきましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。